暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。裁いてはならない。そうすればあなた方も裁かれないであろう。ルカ福音書のキリストの言葉です。人というのは自分のことは差し置いて、とかく他人に対してはあれこれと言いたがるものです。実際に口やかましく言うかどうかはさておき、自分のことよりも人の行動が気にかかるということはあるでしょう。キリストは、兄弟の目にあるおがくずは見えるけれど、自分の目にある丸太になぜ気がつかないのかとも言っています。自分のことは見えないのですが、他人のことは本当によくわかるものです。そのため他人については、ここが悪い、あそこが悪いと批判しやすいのですね。でもそのように批判が前面に出てしまいますと、愛のある人と人との交わりはなかなかできません。形だけが重視されているのですから、それをキリストは戒めました。裁くのは人ではない、神なのだ。だから表面だけを見て個人的な判断で批判してはならない。人を裁けばあなたも同じように神から裁かれるのだと。ですからすぐにどうこう言うのではなくて、まずは時間を置いて考えてみよう。そうすればおのずと良い解決策が生まれてくるというわけです。それに関連して、怒っても憎んではならないという、まるでなぞなぞのようなことを書いている聖書の箇所があります。兄弟に対して怒る者は皆裁きを受けるという、マタイ福音書5章の言葉です。この場合の兄弟とは、その言葉通りの意味ではありません。聖書にはたびたび兄弟という言葉が出てきますが、これは自分に関わる全ての人という意味です。ですから兄弟に腹を立てるなということは、誰かに対して腹を立てるなという一般的な意味になります。それにしても考えてみれば、これも随分無理な注文のような気もします。感情のある人間なのですから、腹を立てるななんて聖人君子でも無理なのではないでしょうか。しかしキリストは全く腹を立ててはいけないと言っているわけではないようです。キリストは、もし兄弟があなたに何か恨みを抱いているのを思い出したならば、まず行って兄弟と和解しなさい。あなたを訴える人と一緒に行く途中、早く仲直りをしなさいといったようなことも言っています。ですからここでは、人間は喧嘩ぐらいはする、それはしょうがない、でも喧嘩したとしてもなるべく早く仲直りをしなさい、そうしないと最終的には誰でもない、あなた自身が傷つくのですよ、
と言っているのです。キリストの言葉は日本語に訳してしまうと少々きつい言い方になってしまうようです。そのようなきつい言い方で言われると、そんなのは無理だとつい反論もしたくなります。しかしよくよく読み解いてみますと、キリストは結局あなた自身のためにもなることなのだからそうしなさいと慈しみに満ちた言葉を投げかけているのがわかります。私がまだ神学生だった頃、瀬田のフランシスコ会の神学院にお料理がとても上手なスペイン人の修道士さんがいました。当時の駐日スペイン大使が、今日本にいるプロのコックさんを含めて一番おいしい料理を作るのはそのスペイン人の修道士さんだと言っていました。その修道士さんが私に教えてくれた面白い言葉があります。それはある世話好きな方が自分の好きな人だとよく気がつく人、自分の嫌いな人だと手しゃばりで目立ちたがるや、ある話好きの方が自分の好きな人だと明るくて社交的な人、自分の嫌いな人だとおしゃべりでうるさい人、ある活発な方が自分の好きな人だとテキパキとして明るい人、自分の嫌いな人だと目立ちたがり屋で自己主張の強い人、ある静かな方が自分の好きな人だとつつましやかで謙虚な人、自分の嫌いな人だと暗くて煮え切らない人というものです。短所は長所、長所は短所とはよく言ったもので、受け取り方で人の評価というものはこんなに大きく違うものなのです。自分は好きではないと思っても誰かにとっては好ましく思えることもありますし、その逆もあります。ですから自分の好き嫌いだけで相手を判断してはいけないのですね。しかも感情だけで批判するだともってのほかです。目先で物事を批判しないという姿勢を意識していると、人はいつしか心が広くなります。我慢ができるようになりますし、それによって不思議と心にゆとりも生まれます。感情的にならないことで、好き嫌いの度合いも穏やかになってきます。そして公平な立場で相手を見られるようになると、あなたも同じように公平な目で見てもらえるようにもなるのです。神を愛していると言って兄弟を憎む人は嘘つきです。目に見える兄弟を愛さない人は目に見えない神を愛することはできません。使徒ヨハネの第一の手紙の一節です。とは言っても人間はそれぞれ頭では分かっていても、具体的な日常生活の流れの中で全く人を裁かないでいれる日は何日ぐらいあるのでしょうか。そんな不完全な弱さを持った人をキリストはよく分かっていたのでしょう。裁くな、怒るなという福音書の前後には、その弱さを持っている人間に、
神に信頼しなさい、神に委ねなさいという言葉が書かれています。そのせいかキリスト教には意外とオプティミズムなところがあります。オプティミズムといえば、私はあるミッションスクールの小学生の女の子の刺繍を思い出します。夏休みの宿題だったお祈りの刺繍です。その10歳ぐらいの女の子は毎日床に着く前に夕の祈りをしていたようです。それをそのまま夏休みの宿題の刺繍に書いているのです。間違いのない人間っているのかしら、神様みたいな人間っているのかしら。きっと神様から見れば人間は小さな間違いだらけ。今日は勉強が忙しくて神様へのお電話が短くなりました。ノロマの私のせいです。お忙しい神様、私も忙しかったので電報にします。私などはこんなあまりにも繊細な子供の心なんて、大人になって人生の現実に突き当たれば脆いガラス細工のようにすぐ壊れてしまうのに、とつい裁きがちになります。でもキリストは、幼子たちがキリストに触れようとして近づいた時、その親たちを叱った自分の弟子たちに言いました。幼子が私のところに来るのを止めてはならない。天の国はこのような人たちのものだからである。裁いてはならない。そうすればあなた方も裁かれないであろう。ルカ6章37節。